ヨルダン内戦。ヨルダン内戦は、1970年に、ヨルダンにおいて発生したヨルダン政府と、パレスチナ解放機構、PLO との内戦。9月に発生したことから黒い9月事件、ブラックセプテンバー事件と呼ばれることもある。ヨルダンは、中東において比較的恩恵的現実路線を、取っていた王国であったが、ヨルダンが西岸地区を占領するイスラエルと、対立しており、 国内に多数のパレスチナ難民を抱えていた。ヨルダンにとって三日間で敗北を期した第三次、中東戦争終結後、ヨルダン政府は PLO を支援してヨルダン側を越境攻撃したが失敗。以後ヨルダンはイスラエルに対して強行手段を取ることを諦め、現実路線に移ろうとした。一方、首都アンマンの PLO 指導部は、寝返ろうとしているヨルダン政府を転覆し、 新生パレスチナ国家を樹立するべく各地でヨルダン政府軍、警察と戦闘を繰り広げ始めた。さらに資金集めと称して銀行を襲撃したりパレスチナ難民から不当な税金を取り立てたりと次第にヨルダン人からもパレスチナ難民からも嫌悪される存在に落ちていた。さらに九百七十年九月六日に PLO の過激派 PFLP による 連続ハイジャック事件が発生したことにより、ヨルダン国王フセ一世が激怒し、PLO 排除を決意した。9月6日、PFLP と PLO に賛同するアラブゲリラが5機の旅客機を2日に渡り、同時にハイジャックした。実行犯が事件直後に機内警備員により殺害された、イスラエルの LR 航空のボーイング70型、機以外の4機のうち、 3機はヨルダン国内のザルカにある旧イギリス軍軍用基地に同基地に着陸できなかったパンアメリカン航空のボーイング747がエジプトのカイロに着陸させられた。PFLP はイギリス、西ドイツ、スイス、イスラエルに対して投獄されたメンバーの釈放を要求した。9月12日に西ドイツを除く3国は要求に応じて釈放。 PFLP も人質を解放したが無視したイスラエルへの不満としてすべての旅客機を爆破した詳細は PFLP 旅客機同時ハイジャック事件を参照この事件により国内に PLO 本部を置かせることを認めていた上に国土の一部分を PFLP のナスがままにしその末にハイジャックの目的地とされたヨルダンは世界的な批判を浴び 窮地に追いやられた、た。フセイン国王は激怒しして、行動を決意した9月14日、フセイン国王は国内に戒厳令を敷き、国王親衛隊のベドウィン部隊を中心とする政府軍が安満に進出し、PLO 部隊への攻撃を開始した。戦闘はヨルダン各地に波及し、圧倒的な軍事力を持つ政府軍に PLO は配送を重ねる。しかし、 PLO 支援に積極的だったシリアは陸軍をヨルダンに侵入させ PLO に加勢した。このままではヨルダンとシリアの戦争に発展してしまうことは明らかであった。そこでアメリカ合衆国は空母部隊を地中海のイスラエル沖に派遣しヨルダンの行動を支持するとともに軍事介入したシリアに対する牽制とした。イスラエルは陸軍部隊を オラン高原に展開し、シリア軍に対して警戒を強めた。当初は、このヨルダンの混乱に乗じて、イスラエルが軍事作戦を展開する動きもあったが、その計画は見送られた。結局、エジプトのガマール・アブドゥルイコール・ナーセル大統領が、ヨルダンシリア PLO の仲介に入り、PLO は受け入れを表明したレバノンへ本部を移転させることとなり、ヨルダン政府軍、PLO と、 シリア軍は停戦した。この結果、PLO は指導部と主力部隊をレバノンに移した。ヨルダンは PLO を国内から追放できたことによって国内の安定を取り戻した。しかし、アラブ連盟の総意で設立された PLO を攻撃したことで連盟各国から強い非難を浴び、アラブ社会から追放されてしまう。仲介の大役を果たしたナセルであったが、 直後の9月28日に心臓病によって52歳で急死した。エジプト革命と近代化の立役者を失い、エジプト国民だけでなく、アラブ全体が動揺した。代わって大統領となったアンワルアイコールサーダーとは、ナセルの同志であったが、就任当初からイスラエルとの講和を構想していた。シリアでは11月にハーフィズアルイコールアサドの指揮によって、 空軍クーデターが勃発する。ヨルダンへ侵攻したシリア軍は陸軍のみであったが、この時空軍司令官であったアサドはアタシ大統領、出動命令を拒否した。アサドは PLO の姿勢に会議的であり、就任当初から PLO に好意的なアタシ政権に対する反発があったとされている。この後、アサドは大統領に就任して、PLO とは対立するパレスチナ政策を 繰り広げていく。レバノンは多宗教国家であったが、ここにパレスチナ難民を引き連れた PLO がやってきたことによって、それまでの宗教バランスが崩れた。昭和の崩壊は対立と衝突を生み、1975年にキリスト教武装勢力が PLO を襲撃したことから、レバノン内戦が勃発する。PLFP の一部メンバーはこの事件を恨み、9月に、 起こった事件として、黒い9月ブラックセプテンバーと呼び、自らのグループ名とした。彼らは1972年のミュンヘンオリンピックにおいて、イスラエル選手団を襲撃、多数を殺害する、いわゆるミュンヘンオリンピック事件を起こしたのであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。